こんばんばは今日2013年7月、高1の真剣模試です。生徒に聞かれた問題です。これ、タイム、あ、消耗集合で1番。四角1番です。これ生徒から借りた、<laughs> そのまま借りてる。これ、この字は生徒の字ですけど。えー、いきますよ。この四角1番。まあ、問題目ですね。えー、こう眺めて、も生徒たちは問題を持ってるので、はい。じゃあこれをもとに説明します。いいですかね。いいかな。初めて見る人はちょっと問題を書き写してください。えー、見えるかな 大丈夫はいじゃあ行きましょう1番過去1番は、まあ、普通にこれ展開しましょうこれかけてこれかけてこれかけてこれかけるとこうなりますでこれはもう普通に計算して答え 5+2 x 2乗2と2番はたすき焼けなんだけどまあ数がちっちゃいから普通に、えー、と2 x と x どっちかがプラス +y どっちかがマイナス y ですねで足して xy だから えこっちでプラス 2xy、こっちでマイナス xy。じゃあ答え 2x-y、x-y の積ですね。3番はうまいことこの式に変えてくれたらきれいに出ます。ここで10ルート2が出て、えー、とここで、えー、とワット3の積で、えー、50-27か。50-27がうまいこと出ると。回答は154と。4番、そのまんま問題を読むとこう、この式ですね。この不等式。あとは解いていってください。 x が2分の3よりちっちゃいと。あと最後の5番が、えー、と、ね、絶対値の外し方は、これ x が3以上と3未満のとき、そんなことをわざわざするよりも、右辺が単なる数字のときは、こういうふうに絶対値を外したら、プラスマイナスになるんだよと。それで十分です。じゃあ、3をこっちに移行すれば、答え x は7もしくはマイナス1と。ということは導いてください。はい。じゃあ、以上です。